い、今ですね金沢市内の、大見町市場近辺に来ております。これからですね大見町市場で美味しいものを昼食食べたいと思います。はい、これからねお昼ご飯もりもり寿司食べます。何度ね待たずに入れちゃったんでね、これからいただきます。もりもり寿司ついてるって、はい、2時です。はい、大見市場からですね、東茶屋街に移動してきました。そうですね、東茶屋街。はい、今日はね、平日ということもありまして、やっぱりこちらもあまり人がおりませんね。はい、それでは東茶屋行きましょう。あの突き当たりのなんだっけ、柳みたいのがね、どっかから見えるんですよ。この向かいの喫茶店からね。東茶屋街メイン通り入ります。わかったわかったGoogle 先生ありがとう。着物を借りるわけ。金箔ソフト屋さん特一。はい、東茶屋街に来ました。これからちょっとね東茶屋街散策したいと思います。今日はなんとね気温がね28度も上がってとっても暑いんだよね。なんか冷たいものでも飲めればいいね。東山って住所すごいね、お寺さん囲まれて、ご身長いくつだったの。え、まあなんか歴史的趣のある建物だね。江戸時代の何門前町っていう感じなんでしょこれ。どうぞ。そうなのね。寛永年間だね。町の雰囲気が落ち着いてますね。
ちょっと修学旅行のピーチクパーチクがない、まあそれも一興。今日何屋さん、あ、休みだ、今日はおやつ、おやつふふって読むんだな、あれ違う、暑いので氷を食べます。これが僕、計画してなさすぎやって、ほんまにどこ行くん。これが3の女子カレッジ、あーうまそうや、いただきます。およそ次の信号は右方向です。あれ右曲がりたか、右曲がればよかったんだ、あそこな。
い何ここ、まあ、市民農園だって緑の里もうちょっとですかこれじゃないのここ目的地付近です音声案内を終了しますここに来たのそうよこの後の天気は晴れ降水確率 20% ですここですよはい、いわく温泉新しい屋さんに到着しましたここはね、8室しかないそうでね8人、8組しか泊まれない旅館らしいですね今日は昨日より1時間ほど早く到着したんでねちょっと宿でゆっくり過ごしたいと思います新しい屋さんですねよろしくお願いします。ここがですね、温泉ハンター第12弾のお宿となります。おお、風の音が気持ちよい。かわいい。たぬきが迎えてくれます。新しい屋さんです。よろしくお願いします。新しい屋さんの客もですね注文が必要になっております、うん、眺めもいいですねすごくいいですねそれではちょっと街の散策に行ってきましょうちょっと行きますお風呂は24時間入れるということですね